こんにちは。創和果樹園本社店店長の岡本です。今回は創和果樹園本社店で受けたまわっている、プチギフトについてご紹介したいと思います。創和果樹園本社店では、創和果樹園の商品をこういう風にラッピング無料で対応させてもらってまして、でこうやってラッピングしたものをお持ち帰りいただいたりお送りしたりもすることができます。で今回このラッピングのご注文の流れを、詳しくご紹介したいと思います。まずは商品を選んでいただきます。単品でも複数商品の詰め合わせでも OK です。お予算やボリュームなどに合わせて選んでください。人気なのはジュースとかスムージーです。ジュースの中で人気なのがこちら、飲むみかんです。飲むみかんは有田みかん 100% のストレートジュースで、みかんの皮を剥いて絞った創和果樹園自慢のジュースなんですけれども、この瓶の形もすごく可愛くて、これもプチギフトなどに選ばれるポイントになっております。スムージーの中で人気なのがこちら、ホクロスムージーの有田みかん味になります。こちらはみかんの薄皮とか袋を使ったつぶつぶ食感を楽しんでいただけるゼリー飲料です。創和果樹園の商品は結構瓶物が多い中で、こちらのホクロスムージーっていうのがプラスチックのパウチになっているので、美味しいっていうのももちろんなんですけれども、軽くて持ち運びしやすいっていうところも魅力の一つになっています。他にもいろいろな商品がございますので、お店に来てで見て選んでいただければと思います。次はラッピング方法をお選びいただきます。創和果樹園本社店では、リボンでタグでメッセージカードをお付けすることができます。リボンの色は常にご用意しているのはこちらの4色になります。ピンクとグリーンとレッドとゴールドの4色です。基本的にはこの4色からお選びいただくんですけれども、以前会社の創業記念祭でオーダーしてくださった時に、会社のカラーでプチギフトを作ってほしいっていう風なオーダーを受けたことがあります。そういうような事情があった場合とか、そういう時はお受けできる可能性もございますので、お気軽にご相談ください。タグは、今あるのがこちらの3種類になります。記載内容はご用途に合わせて変えられます。デザインを選んでいただいた後、記載内容をお伺いします。このピンクのこちらは結構結婚のプチギフトとかによく使っていただくものですね。で最近はこちらのみかんがとても人気になっております。こちらもご挨拶とかお礼とか結婚のプチギフトとか何でもお付けできます。メッセージカードはこちらになります。テンプレットでご用意しているのはサンキューとかよろしくお願いします、ありがとうございます、おめでとうございます、お世話になりました、こういう風なみかんの柄のメッセージカードをご用意しております。他にもこんな手書きのメッセージカードもお入れできます。ここに文字をご自由に入れていただけますので、これでオリジナルのメッセージカードをお付けすることもできます。ラッピングはこれで以上なんですけれども、こういう風な手提げ袋をお付けすることもできます。こちらは必要かどうかをお伺いしますので、必要であればお気軽に言ってくだされば大丈夫です。この、大きさがですね、幅が15センチで、高さが26センチで、マチもありまして、マチが8センチの大きさになっております。実際にこちらの袋に商品を入れてみます。スムージーが入ってます。このような感じに、半透明になって
ていまして、中の色味が少し透けて見えるような袋になります。最後にお引き取りの方法をお伺いいたします。出来上がった商品はお引き取りかお送りか、どちらでもお選びいただけます。でお渡しまでは商品数によりますが、だいたい1週間ほどいただいております。それから、遠方でお店に直接来れないという方は、お電話やメールでそのままご注文いただくことも可能となっております。その際は、銀行振込か代引きでのお支払いになりますのでご了承くださいませ。店内にも少しラッピング商品陳列しておりまして、それをご紹介したいと思います。こちらのセットは飲むみかんと、お袋スムージーの有田みかんを使ったプチギフトでして、ゴールドのリボンをつけたものになります。でこういうカードを中に入れたりとか、もうそのままつけて先ほどの袋に一緒に入れるとか、そういう風なお渡しの仕方もあります。こちらは、果樹園のみかんジュレの、ゼリーだけの商品と、中にみかんのシロップ漬けが丸ごと1個入ったゼリーのセットのプチギフトになります。これは赤いリボンをこういう風に巻かせてもらってます。こちらは先ほどの同じ果樹園のみかんジュレの丸ごと1個入りのゼリーにこういうグリーンのリボンをつけて、でタグをみかんのタグをつけました。この中身も結婚式の、メッセージとかいろんな内容に変更できますので、いろんなところでお使いいただけます。こんな風にいろいろなラッピングができますので、お気軽にご相談ください。ご相談とか、またプチギフトのラッピングすべて無料になっております。他に何か気になることなどありましたら、お電話とかメールでお問い合わせくださればと思います。お気軽にお問い合わせください。今回この動画でご紹介したプチギフトについてはブログでも公開しております。下の概要欄の URL からブログもチェックできますので、そちらもご覧ください。今回はプチギフトについてをご紹介しました。商品内容からラッピング方法まで様々な組み合わせがありますので、ぜひ一度ご相談ください。皆様のご要望にお答えした素敵なプチギフトをお作りします。では、そう赤字園本社店でお待ちください。